セルビア鉄道の412系電車ベオグラード駅441系電気機関車牽引の旅客列車661系ディーゼル機関車牽引の貨物列車413系電車として導入されたフラート3711系機動車セルビア鉄道はセルビアの鉄道会社でセルビアでは唯一の鉄道事業者である 現在の営業距離は 4347km で、そのうち32%は電化されている。セルビアで、初の馬車鉄道は1854年8月20日に、開通したオラビツァ・バジア州鉄道であり、当時オーストリア・ハンガリー帝国支配下のバナト地方、ブルシャツ近くの、オラビツァ・ヤセノボ、ベラ・ツルクバ。バジア州間で、定律王立オーストリア国鉄によって事業が、 始まった。蒸気機関による最初の運行は1856年から行われた。セルビア鉄道は1881年のミラン一世の布告によるセルビア国有鉄道成立に遡る。初の王室列車が運行されたのは1884年8月23日で、ベオグラードから西へ向かうもので、この年公式に。 セルビア鉄道が発足した年と考えられる。セルビア鉄道にとって初の電化は1970年でベオグラードシドまであった。1920年代からユーゴスラビア消滅までの期間はユーゴスラビア鉄道の下で鉄道は運営されていた。連邦崩壊後はナト軍の空爆や国連制裁などで鉄道の衰退が進むが、 その後は改良工事も行われ、徐々に回復基調にある。列車内での教職サービスなどの部門は、KSR が担っている。2010年以降、ニッシュディミトロブグラード艦マーラクルスナベリカプラナ艦などを含む延長1 1 2トルの区間で、最高速度の実測1 2 0トルへの向上、非電化区間の電化などの近代化工事を推進している。 近代各館は、半ヨーロッパ回廊の第10回廊を構成する。国営企業であったが、2011年5月に民営化され、全額政府出資の株式会社である持ち株会社が4つの事業主会社を統括する体制に移行した。セルビア鉄道は観光用の鉄道や、国内輸送から国際輸送まで幅広い分野を担っている。国際列車はセルビアから、 南方向へ、ベオグラードバール鉄道を経由し、モンテネグロへ向かう系統と、他のヨーロッパの都市であるベネツィア、ミュンヘン、テッサロニキ、ブダペスト、キエフ、モスクワなどへ向かうものに分かれる。また、ベオグラード首都圏では、コミュータ鉄道も、ベオボズを運行している。都市鉄道、BG ボスの運行も担当する。ありがとうございます。